姉ちゃん、何してんな？ありがとう。どうした？お母さん、今日私遅くなるかも。うん。なんだ、どっか行くのか？お父さんには言ってない。だから午前中は仕事が入ってるんだって。仕事じゃなくてピエロでしょ。またピエロじゃなくてクラウン。見習いのくせに。あ、とにかく仕事が終わったらすぐ飛んでいくから。あんたの夢だから応援してるけど、向こうも待たせることになるんだからね。分かってんの？聞いてんの？もうキュウリ丸かじりの刑だね、これは。もう ひねりの1割。200円くらい。たーん。ちょっと着替えさせて。いい？じゃあこれ行くよ。行くよ。行きます。はい、以上、ありがとう。
仲間に仕切り映画見てね。こいつが結構面倒見がいいの。あ、さっき久しぶり。久しぶりちゃん。髪の毛伸びたね。どうでしょう。あるよ。これ多分もうね。美味しそう。うん、どこだよ、洋介。おい。てめえ、遅えよ。はい、いたいた。お。え？ん？あ、いや。それ食うなよ、まだ焼けてないから。はい、これがその仕切り屋ね、秋山陽介。3つけろ、2個上だぞ。いろいろ差し入れ持ってきたから、花見、手伝うね。ありがとう。感じ悪い。陽介？焼きラボだからね、あいつ。ありがとう。マジで男いないの？こんな可愛いのに。今はちょっとそういう暇ないかなっていうか。そうって。仕事忙しいとか。うん。早く一人前のクラウンになりたくて。え？なんで？クラウン。私の仕事。いや、ピエロはわかるでしょ？ピエロ。ありがとう。でも厳密にはピエロとクラウンは違うから。サーカスにいるのはクラウンの方ね。これは18世紀の女性グレマルティが最初だって言われてるんだけど、まあ、そこからクラウンにもいろんな種類が出てきて。でも見習いだろ。は？まだ始めて3ヶ月なんだって。それでもプロですから、ギャラももらってますから。じゃあプロの芸を見せてもらおうか。いいですよ。あれとかできるんだろ、ジャグリング。ええ、もちろん。へこんでんのか？別に。今日は調子が悪かっただけだから。まあ、逃げずにやろうとしたの褒めてやるよ。何様？帰るぞ。まだ痛いのに。最後くらい役に立て。うん。最悪。お前見てて飽きねえわ。ほら、いいから。足痛いんだろ。ほら早く。よいしょ。本気で目指してんだな、ピエロ。クラウンだから。ただいま。おかえりなさい。うん、おかえり。お父さん。うん。いや、うん、おじさんおかえりなさい。あ、いらっしゃい。まだ痛い？
ね、あのでかいやついつもあの調子なの？陽介？うんうん、あいつはやめといた方がいいと思うよ。え？いや何言ってんの？そんなんじゃないって。顔だけはいいからすごいモテるんだけど、長続きした試しないから。ごめん、先に言っとくべきだった。いやだからそんなんじゃないって。本当に？いやない。何？お父さん？あ、よ、さっきから見てるけど全然上手くなんねえな。俺の勝手だろ。1,2,3,4,5,6,7,8 全然できてないじゃん。はい、リラックスリラックス、息してないじゃん。1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14。ダメじゃん。あ、なんでできないの。熱中症になるよ、汗かいたのに。なんでお前ピエロになろうと思ったの？ねえ、何度も言うけどクラウンだから。すげえ不器用なのに。生まれた時から人のことを笑わせるのが得意だったんです。嘘つけ。嘘じゃないし。晴れたり曇ったり、忙しいやつ。クラウンにはね、素敵なモットーがあるの。 All for you, it's my pleasure。 あなたの喜びは私の喜び。人間って鏡なんだと思う。不機嫌な顔してたら周りの人も不機嫌にするし、笑顔でいれば周りの人も笑顔に変わる。そうでしょ？ It's my pleasure ね。そのみんなの笑顔で私も笑顔になれる。こんな最高な仕事他にある？
今日は手伝ってくれてありがとう。おい笑い。は？それはダメだろ、磨きの技術。いいから笑え。ねえ、ねえ、一昨日会ったんでしょ？でもそれから何の連絡もないんだよ。電話はしたの？当たり前じゃん、ずっと留守で。陽介ってそういうとこあるから。怒ってるのかな。何したの？くすぐった脇の下。大丈夫だって。怒ってたらどうしよう。どうしよう。ようちゃん。おととい来なかったから心配しちゃったよ。何やってたんだよ。ジャグリング。あ？うっかりしてた。ま、若いんだから一回ぐらい平気か。平気じゃありません。秋山くんね、真剣に考えないと。病気のこと甘く見てはダメだ。病院までバス通いは大変かもしれないけど、体はサボること許してくれないんだ。次はないよ。いいね。家は遠かったんだっけ？ここから1時間くらい。週3度だもんな。大変だよな。またこの病院がな、山の上でふんぞり返ってるから。勝又さんも余計なこと言わない。陽介君。お、何しに来たんだよ。あ、いいよ、学じゃなくて。つうか俺にもよこせ。大丈夫なの？水分の制限って言っても全く飲むなってわけじゃないから。蓋に、ボトルの蓋に組んで。今も通ってるんだよね、病院。透析は一生だよ。そっか。あそこまで行くの大変じゃない？バスは別に慣れた。ああ、でも透析中に隣で一緒になるおっさんがさ、すげえ話好きなんだよ。そっちで疲れる。
透析の部屋ってテレビとか置いてないの？ CM があるだろ。 CM って？ビールの CM とかうまそうに飲むだろ。あんな見せつけられたら腕のチップガッて抜いても売店に走りたくなるよ。で、また医者に叱られる。この間カナミと一緒にジャグリングの練習したんだって？あいつほんと不器用だな。全然上達しない。電話くらい出てやりなよ。言ったのか病気のこと？言った方がよかった。いつもなら自分から真っ先に言ってるよね。近づいてくる女には必ず自分が透析患者だから。もうやめやめ。いつも思うけどあれ何なの？ガード張ってるわけ？近づくなって好きになるなって。ただの自己紹介だよ。じゃあなんで言わなかったの？カナミには。不在着信の数確認した？病気のこと知ったら電話の数がゼロになると思うの？倍になるよ。そういう子だよ、カナミは。女は怖いからね。本当に分かってんの？ああ、こと色恋の道にかけてはもう苦労の指導しよう。嘘つけ。いやいや、こっちが向こうに惚れてなくても向こうがこっちに惚れちゃうんだから大変さ。俺がちょっと優しい言葉なんかかけようもんなら女どもはもう大騒ぎさ。ズボン履き忘れたんじゃねえの？昔はモテたんだぜ。迫り来る女をちぎっては投げちぎっては投げして今日までなんとか逃げ切って、今でも独身だ。なんてや、結局一人じゃん。説得しな。静かに。他の患者さんもいるんだぞ。はい。まったく、まるで修学旅行生だな君らは。やっぱ一人が気楽で一番だよな。二人でいたれどまだ寂しい。一人になったらなお寂しい。白秋だよ。陽ちゃんと違って俺は学もあんだよ。意味わかんねえよ。二人でいたれどまだ寂しい。一人になったらなお寂しい。真実二人はやるせなし。真実一人は耐え難し。マキ君。あ、もしもし。
おい、待てよ、どこ行くんだよ。私はまだあんたの病気のことは喋ってないから。カナミ、送ってあげて。黙っててあげたんだから。誰も頼んでねえよ。よろしく。おい、私ストーカー？だってさ、私の気持ちはどうなるわけ？私のこと嫌いならそもそも優しくすんなっつーの。あー、もうやだ。なんであんなの好きになっちゃったんだろう。さっきから何立ったり座って、何も聞いてないから。あ、ブラジャー、あの3日おきに洗うって言ったら嘘だから、毎日洗ってるから。だから聞いてねえよ。聞いてたんでしょ、さっきの。なら答えてよ。やっぱもう終わってるか。おい、そこのタクシー乗り場まで行くぞ。おい、だからバスが終わってんだよ。答えて。悪いけどお前とは付き合えない。ここで朝まで待つ。耳当ててみな。血液の音だよ。血液？血の流れを良くするために動脈と静脈をつなげる手術をしたんだ。だから滝の音みたいに血の流れが聞こえる。ほら、この辺がゴリッとしてて気持ち悪いだろ。昔から腎臓に障害があるんだ。今は週に3回人工透析を受けてる。だから旅行もできないし外食も難しい。水だって計算して飲んでる。なんだ、制限付きの体なんだよ俺は。長生きだって多分できない。一緒にいてもいいことなんか何もないんだよ。それくらい何でもないよ。それくらい
それくらいって言い方はごめん。でも好きな人と一緒にいられるなら私平気だよ。それくらいってなんだよ。だから謝ってるでしょ。いいか、とにかく俺は誰とも付き合うつもりはないし、お前の付きまといには迷惑してんだよ。もう二度と電話をかけてくるな。分かったな。先生、うん、隣どうしたんですか。あ、時間変わった。勝俣さん、昨日緊急で運ばれてきたんだ。劇症性心筋炎。ここに来た時には手の施しようがなかった。最後にメモを書いていて、君宛てかもしれない。正直僕らでは読めなくてね。こんなのわかるかよ。家族宛てだろ。勝俣さんに家族はいない。彼はずっと一人だった。合宿で自動車免許を取りました。学科も全部一発合格ですから。でも助手をつけています。セルフのガソリンスタンドが怖いそうです。ちょっと黙って。これであなたをいつでも病院に送り迎えすることができます。他にも何か必要なら言って。とにかく私諦めないから。誰が頼んだんだよ。だって一人じゃ大変だよ。勘違いすんなよ。ちょっと面白いやつがいるなってからかっただけだよ。調子のんじゃねえよ。何様だと思ってんだ。ふざけんだよ。お前何も分かってねえんだよ。何も分かってねえんだよ。死ぬんだぞ。
だぞ俺は。死ぬなんて言うな、バカ！そんなこと言うな！なんでお前が泣いてんだよ。嫌いなんだよ。泣き虫言うな。最近顔色がいいね。そうですか。つきものが落ちたみたいだ。つうかなんで今日はついてくるんですか。ナスから聞いたんだよ。可愛い運転手をつけたらしいじゃない。さあ、お疲れ様。昔から見てもらってる先生。お世話になっております。あ、これはどうもご丁寧に。あれだな。何？もう俺必要ないな。ん？なんだよ。くすぐるつもりでしょ。は？俺もパントマイムから始めてみようかな。私の分身なんだから大事にしてよ。花見の分身か。ここ。ああ、本当にそう思ってる？思ってるよ。
連れてきたかったんだ、陽介を。ここにマキたちとかを呼んでね、あと家族も一緒にパーティーみたいにしてお祝いしてもらえるのが理想だな。何のお祝いだよ。わかんないならいいよ。なあ。何？焦んなよ。あなたの喜びは私の喜びだろ。よっぽど俺の方がクラウンに向いてんな。逃げんな逃げんな。やめるときも健やかなるときも。嘘、嫌だ、怖い。怖いってなんだよ。いいのか本当に俺で。怒るよ。結婚しよう。はい。来いよ早く。つけるから。左手。じゃん。え？でも店員がこれってだけですよ。どんな説明したの、もう。え？まあ、悪いけど安物だぞ。結婚指輪はダイヤでしょ。お前ね。嘘。これだけで十分だよ。一緒に生きようね。これ陽介から。あ、じゃあ2枚いただこっか。母さん、俺は本当はすごく心配だ。カナミなら大丈夫。
向こうの両親とは？うん、この前会ってきた。陽介のね、こんな小さい時の写真がね、もう可愛くて、なんでこの子があんなずうたいでかくてひねくれたやつに育っちゃうのって。ふーん、1週間後には結婚式か。まさか Kanami に先を越されると。でもマキは高校時代の陽介知ってるでしょ。だからずるい。あんた強欲だって。あのね、本当はちょっとだけ怖かった。あんたと陽介が二人で並んでるところを見るの。あれは金身を取られる怖さだったのかな。かなみ、ご結婚おめでとうございます。独身最後のピエロだな。クラウン。クラウンのモットーは All for you. It's my pleasure. よし、行ってこい。エラ、ありがとう。レコ。レコ。秋山さん。こんなことになってしまって。本当に。やめてください、そんな。明日が結婚式だったのに。陽介くんなら大丈夫です。金身がついてますから。
たい。うまくいったか。見てこれ。なんで勝手に買えんだよ。だってそっちの方がスペース広く取れるし。本が焼けるだろ、ありえねえよ。何これ。こいつ勝手に本棚の位置変えやがって。これじゃ西日が当たって本がダメになる。ああ、新婚生活スタートか。ついに奥さんだ。よかったね。奥さんだって。調子乗んなよお前。落ち着いたら式の段取りの方も始めたいなって考えてるんです。陽介の退院っていつくらいになりそうですか先生。血流障害ですか。意識は取り戻したけど血管が詰まりやすくなっているんだ。これからさらにひどくなることは避けられないと思う。血が通わなくなると真っ先にやられるのはこういった手や足の指先。だんだんと黒ずんできて、いわゆる壊死、つまり細胞が死んでいく。まあ検査結果次第ではオペが必要になるかもしれない。オペ？どういう手術ですか。助かるためには両足を切断することもある。先生すいません、私と陽介実はまだ籍を入れてないんです。大事なことは彼の両親と相談します。そう。先生、陽介は死ぬわけじゃないんですよね。なら大丈夫です。それくらい。それくらい。それくらいです。だって私はどんなことがあっても彼のことを支えると決めたから。布団と着替え。違う、その前に役所行かなきゃ。帰れよ。やだよ、誰もいない部屋寂しいんだもん。まあとりあえずここにいれば勝手に模様替えされることはないか。あ、そうだ、これシキが終わってから出そうって言ってそのままだったじゃない。だからこれ書いていてね。退院してからでいいだろう。
だって病院の人たちに秋山の妻ですって言いたいんだもん。もう言ってんだろ正式に。分かった分かった、そこ置いとけ。早めにね、忘れないでよ。お前といると疲れる。疲れちゃったよね、そろそろ寝ようか。どうぞこちらへ。そう、それじゃあやっぱり両足を切断するということになるんですか。奥さん申し訳ない。先ほど検査の結果が出ました。残念ですがもう彼の体では手術に耐え切ることができない。どういうことですか。これからは最悪のことを考える必要があります。レコレコ大丈夫か。妻が落ち着いたらすぐに戻ります。はい大丈夫です。陽介は家を出てからずっと一人だったんだと思います。今あなたがいてくれてよかった。何が必要なんだっけ。着替えと、あと銀行も行かなきゃ。陽介、入るよ。これ叶わないな。うん。要かそう要強くなった。強くなんかあいつはきっと今もどこか一人で泣いてんだ。俺と出会ってからあいつは
ってばかりいる。そんなことない。泣き虫は嫌いだって言ったから無理に笑顔作ってる。泣かせることばかりして、泣くなって俺があいつをそうさせてる。ちょっと陽介変だよ、弱気になってる。今度外出許可取ってさ、どっかみんなで行こうよ。死ぬのはもう怖くないんだ。ただ俺が死んだら実は毎日泣いて暮らすのかって俺は それだ。ヨスケ、あれ、マキまだ来てない？何もう。やめた。結婚、別れよう。俺たち今なら戸籍も真っ白だし引き返せる。別れるわけないでしょ。絶対別れない。じゃあ俺のために別れてくれよ。ずるい、そんな言い方。ここから出てってくれるなら何でも言う。やめて。頼むよ、カナミ。お前見てると辛いんだよ。自分がどんどん嫌な人間になってく。聞きたくない。頼むから。頼むから。俺を苦しめないでくれ。先回りして遠ざけて
味わかんない。かっこいいと思ってんだよ。勘違いもこの話。でも好きなのだよね。どうしたらいいかわかんない。わかんない、全然わかんない。けど私はとにかくあんたに笑顔でいてほしいの。頼みかと思った。はい、よいしょ。はいはいはい。何してんだよお前。はいはいはい、やめてください。言ったでしょ、気晴らしに外出ようって。勝手なこと。外出許可を取ってあります。よいしょ。無駄だぞ。何が？どうせ金見のところ行くんだろう。はい、出発。やあ、ちょっと危ねえよ。わかった、もう着くようです。かしこまりました。はいはい、カメラ回ってるんだからみっともないことしない。何だよ。おい、やめろよ。はい、こんなよ。別れるって言ったはずだ。だから改めて今度は私からプロポーズ。ちょっと待って。はい、いいよ。秋山陽介さん、私と結婚してください。こうやって大げさにやれば勢いでなんとかなると思ったのか。陽介がうんって言わなければ諦める。ここまで準備しといて台無しだろう。だからビデオ回してるの。もし断られたら正規のプロポーズ大失敗、残念ってYouTube にでも流そうと思って。そしたら世界中の人が笑ってくれるでしょ。笑った？笑ったよね。ねえ陽介、たくさん思い出作ろう。私たちお互い一人で考えすぎたんだよ。
二人の思い出を作るの。これからたくさん。泣いてる暇なんてないくらい。いつから好きだった私のこと。前は？もちろんバーベキューの時から。じゃあ俺の方が早いな。え？俺はあの公園、透析に行く時間はいつも憂鬱だったのに、その日から楽しみに変わった。分身だろ、お前の。考えてみたら、ものたくさんあるな、思い出。足りないよ、もっと。そうだな、もっと作ろう、思い出。それからはあっという間の50日間、私たちが夫婦として過ごせた時間。ねえ、好きだよって言うじゃない？うん。その次は愛してるとか言うでしょ。ああ。その次の言葉って何なの。え？愛してるのその次の言葉って何なの。そんなもんはないんじゃねえの。
俺さ、カナミを好きにならなきゃこんなに生きたいと思わなかったかもしれない。ありがとう。何言ってんだか。午前6時12分、ご臨終です。久しぶりですね、奥さん。あの昨日病院に届いたんだ。ちょっとだけ間に合わなかったね。元気そうでよかった。それじゃ。
for you. It's my pleasure. あなたの喜びは私の喜び。あなたの喜びは私の喜びだろ。さっきから見てるけど全然上手くなんねえな。結婚指輪はダイヤでしょ。うまいよね。うそ、これだけで十分だよ。一緒に生きようね。もう陽介のやつ。